おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さんはお気づきかはどうかわかんないですけど、編集時間がまあそこそこあるとね、日をまたぐ、まあ別日に編集することが時々あるんです。これもしかしたら鋭い視聴者の方はもしかしたら気づくかもしれないんですけどなんかその日の気分によって編集のなんかペースとかトーンが違ってさだからなんかあれなんか前半良かったのになんか後半しぼんだなみたいな、そんなあるんですよね結構ね、リアル的にも編集する時間が取れなかった場合はよくそういう日をまたぐ編集とかしてるんですよねただね、時々ね、これはあからさまだなっていうシリーズがある。前回僕はまだまだ新米チームっていうのを使ったを覚えていらっしゃるでしょうか。今回はその逆です。見てください、このメンツ。まあメンツって言っても、まあ僕多分ポロンと出してると思うけど、アイコン。見てくださいよ、このメンツ。これは、要はね、モンスターバトルロードイベントにおいて、最後の戦いである、森アップチームっていうのをね、リスペクトしたチームです。こんなん絶対強いから。てか、もう S ランクの最後の戦いだからさ。あいつら、なんか、よくわかんない。マジマジシーマーチーム。あんな F ランクすら勝てないけどさ。これ S ランクの決勝パーティーだよ。S ランク戦のな。コンピュー使う。弱いわけがないじゃん。それでは選手入場。ホイミスライム。魔王の使い。はぐれメダル。なんかすげえコンパチ感漂ってる。でもなんかさ、なんかメンツがすげえ強そうに見えるんだけど。まあ、森アップチームの数以外を説明しますと、要は、ホイミスライムはベホマスライムでね、いるんですけど、はぐれメタル、基本的にですね、PS2 版のモンスターバトルロードは使用上、メタル系がいた場合、そのメタル系を優先してなるんですよ。つまり、はぐれメタルが、まあ、まず倒さないと、この真ん中のね、まあ、真ん中はヘルクラッシャーって言うんですけど、本来は魔王の使いではなく。で、真ん中の火力源を倒したいけど、先にはぐれメタルを倒すと AI の思考上、はぐれメタルを倒さないと話が進まない。そのはぐれメタルを倒そうとしても、ホイミスライム、まあ、ベホマスライムが回復するっていうね。もう非常にね、初心者を詰ませることに有名なパーティーです。で、実際はね、まあ、理解されてるプレイヤーにはぐれメタルがね、ギガンツやボスにボコボコされるんですけど。ギガンツやボスが出てきてね、痛恨とかって放ってね、ワンパンすんの。でもね、真ん中のね、ヘルクラッシャーがめちゃくちゃいい火力してんだよね。さあ、そんなね、バランスの取れたチームですが、モンバトルはどう来るか。羽、はぐれメタルがね、おえ、お、避けたかな、来ました。これがモンスターマスター。今回よく考えたら、ホイミスライムとはぐれメタルっていうのは、モンスターマスター称号があるんで、普通に強いんですよね。やるじゃん、普通にやる。やってる。普通によく考えたら、モンスターマスター相性でホイミスライムはぐれメタルはね、強くなってるんで、その部分はでかいかもしんないね。わりかしなんかこの前のまだまだ新米チームなんかでよっぽど戦えそうなんだけど今回はおしゃれ着つけてません。モリーアップチームだって S ランクの優勝チームですよ。つける必要なのなかろうって話ですよ。ラディホーこすってくるね。大丈夫かい。はい、オッケー。賢さ28挑戦ね。挑戦敗北者何しても何、素早さ305のはぐれメタルで先制するお前ら何なの素早さ305なんだけど、300ぐらいいってんだけど出た必殺ガトリング型。まあ、そうそうすると思ったよ。SP 使った場合は、こういうのの機嫌がね、すーぐ悪くなるのよ。はい、ガトリングアタック。マミ避けてるがな。ひょいって言うてるがな。ここでホイミーこれ、君で。ヘルクラッシャーに全てを任せるな。ま、ヘルクラッシャーが全てを任せてんだけどな。うん、そういうチームなんだけどさ。実際なんだったかな。そのうち多分さ、俺さ、なんかオクトセントリー出てきそう。オクトセントリー出ないけど。来た、行くぜレッツヨットルうわさあ、今回はこいつが火力源となるか。なんかこの光景前も見たまたダンスカーニバル。決勝戦のパーティーってさ、結構あるでしょ。いや、決勝戦のパーティー別にそこそこあるよね。わざわざまた出てきたのみたいになってる。アーケードモードやる理由って敵がさ、ランダムなんか面白いのにさ、固定メンツまた何いい、もうそんな、ギャラ払ってるわけじゃないんだから、そんな毎回出てこなくていいよ、ダンスカーニバル。モンスターマスター称号でさ、HP が300ずつ伸びてるのもでかいんだろうけどさ。で、魔王の使いは普通にね、雑にね、一応耐久あるしね、枝の鞭がそんなこと飛ぶと思わなかった、人面獣。
来た、ヒットアンダーウェイ、行くぜ、逃げ出すぜ、行くぜ。普通にモンスターマスター超裏がったハグレメタの力やばいでしょ。250点のやばいよ。さあ、ここで、レッツ。いけ、レッツ。4通り優勝、いいダメージんな。300出るんだもんな。一応魔王の使いね。ほんとはバトマスタコムとめっちゃ強いのにね。滅四刀流が。はい。おい、危ねえ。まあ、バトマスと組んでようやくなんかさ、滅四刀流が強いんだけど、モンマスだとただの火力高いモンスターになってる。モンマスだとなんかただの火力あるモンスターになってんだよな。火力はすごい高いの。ちなみになんか。もう元がね、あいつだからね。元がなんか、あはーや。さあ、ハグリンちゃん行って、最後、魔王の使いで終わりよ。多分ね、魔王の使い雑に力高いし、おお、とこ高いしんの、いけるなぁ。いいよ。さあ、最後決めてくれ、魔王の使い。これ。これ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 。もういい遅延すんな。魔王の使いが綺麗にエレメントソードで終わりなんや。おい、分かってんね。行くぜ、魔王の使い。行け。ボーファイターから小さくなりました。小さくなってリニューアル。行け、コンビニ商法。いけ、コンビニ商法、エレメントソード、小型、小さくなってリニューアル、いけ、美味しくなって新登場、食らえ、うわぁ、はは、全然当たってねえじゃねえか。来たか、魔王よ。セブンか、オルゴデミーラか、どうなんだろう。魔王、あれ違う。え、いや、待って、大丈夫、大丈夫。そうだよ。魔王部にもいろいろ言うから。魔王めっちゃいるからな。バラモスなの、ムドのいろいろ言うからさ。できれば遅延をしたい。できれば遅延したいね。このホイミスライムとかの体、ね、ホイミとかをさ、雑に活かして、魔王戦まで持っていけるようにしたいね。勝つためにはね、大魔王戦勝つためにはね、そこ欲しいね。うまいこととどめ調整して、逃げ切ろう。ホイミスライムいるから大丈夫でしょ。ホイミが250回復だからね。これ活かしていこう。ホイミスライム魔王戦で活かせるから、こういうの。さあ、何来る？凍てつ稼働。あー、凍てつ稼働はちょっとね、厳しいね。それは意味ないな。せっかく俺調整してんのに。さあ、魔王使い、小型エレメントソード、今度は見せてやれ。めちゃくちゃ外したさ、さっき。小さくなって言うある。いけ、美味しくなって新登場。いけ、美味しくなって新登場、エレメントソード。いけ、頑張れ。いや、でも結構出るはずなんだけどなぁ。いけ、よいしょ。今日どうした。エレメント、ちょっと待って待って待って、エレメントソード今日どうした。ちょっと調子悪すぎ。エレメントソードちょっと調子悪、え、あれもしかして、あの、あれ、あなたもしかして某チャンネルの方ですか。多分ね、いや、美味しくなって新登場とかなんか言ってるからだろう。通ってんだよ、心の声がさ、通ってんだよ。ボンファイター、ボンファイターじゃねえ、マンオール使いに。心の声が美味しくて新登場とかなんとか言ってっから、こういうことある。デビューソード来たね。まあ、初めては逃走済みだから、これ結構、被害は少ないよ。まあ、でも止まる可能性があるか。あ、大丈夫。いけ、美味しくて新登場、いけ。セブン商法、いけ、いけ、セブン商法や、いけ。いけ、袋の中に3つしか入ってない。そんな、果肉感たっぷりでもいけ。お前何でも言うな、俺いけ。うわ、417出んじゃん。ちゃんと出んだ。ここは、とどめを、ちょっと弱めのやつに調整して、光の玉使います。行くぜ！お、びっくりするぞ！お、びっくり！あら、びっくり。オッケー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 。あとは、こついたら終わりよ。吹けば消し飛ぶ。ふっ、ふっ。イオラズン、よし、大丈夫。全然大丈夫。はぐれたりいるから全然大丈夫だね。ここ大丈夫。あ、まあでも、アマンさん結構食らうな。ここ光の玉使おうか。光の玉使って、安全に勝とう。そうすれば、勇気を保った状態でアニマオスに持っていけるから、かなり、先の戦いが有利だね。さあ、問題はですよ。大魔王何来るかなんだよな。HP が2400しかないから、どうなんだろう。でも、はぐれメタルって魔王戦ではかなりね、活躍してるからね、対人戦魔王戦とも。強キャラは集まってんだよ。そこそこ。だから、いけないわけではないと思う。はーい。やたら避けますね、今日ちょっとあなた。あー、まだなんか、試合をちょっとさ、グダグダに持ってくるやめろや。いえー。待って。当ててよ。あー、なるほどな。なるほどね。さらに安定性を高め始めたな。
さらに安定性を高めのホイミね。さあ最後決めてくれ、お前が行け。じゃあエベントソード行け。4つの力が融合する。いけ、美味しくなって、チート新登場頑張れ。よし、大門戦は持ってった、大門戦持ってった。おい、悪くない悪くない。大丈夫かなこのメンツ、なんか不安なんだけど。いや、やばいでしょ。いや、やばい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 、もうやばいもん。はい、やばいのがやってまいりました。やばいのがやってまいりましたしか言えようがねえだろ。おい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 、やばいって、叩き伏せるで死んじゃうんだもん。軽く叩き伏せるで死ねるだろう。お、返しの一撃だ。いいよ、とりあえず打点取ってこ、早く打点取れば勇気も貯めてあるから、できればこのパーティーで打点取るのか。このパーティーで打点取るの大変だけどね。あ、いい、ハグネメタルがいったのでかい。この一旦目はね、全体攻撃だからね。この一旦どっちにしても全体攻撃だからね、ここで逃走できたのでかいよ。オッケー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 、早めに探偵取れば、本当にワンチャンある。やられるかやられるか。投げ払う。そうだね。次。叩き伏せてし。あー、状態異常かかんなよ。あー、火力源が、火力源が動けないか。焦るな、焦るな。まだ焦る時間じゃない。ここどうする、モードからの、なんでハグレメタル早いんだよ、おめえ。はぐれメタルで早いのはなしだな。はぐれメタルめっちゃ食らってたもんね今。いや、ホイミスライムが食らってたのはきつ。やばいな。ナイス。わかんない、まだまだまだだ、まだだ。どんな時にも勝ち筋諦めませんので。あのね、少年の悪さだけはね、ずっと持ってるからね。モンバット実況で鍛えられた、ウォンバット実況で切られたこの少年の悪さよ。大丈夫、奇跡も魔法もあるんだよ。んどうしようかな。とりあえず3ターン目は絶対無理でしょ。4ターン目に削り切るルートまで持っていくしかないと思う。よし、あと2000近く削るのか。2000近く削る、結構大変だけどね。会心次第、ハグリちゃん、よし、まあ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 、きついな。できれば火力出す、5ターン目だってな、難しいな、めっちゃ判断難しい。5ターン目が間接的にダメージは食らわない可能性があるんだけどな。そこまで耐えば、イテハはラッキーじゃない、かなりラッキーかもしれないそれ。でも4ターン目の叩き伏せるで結局死ぬ可能性があるのか。どうする、そうだね、どうしよう。結局叩き伏せるで死ぬ可能性がある。いや、攻めるか、攻める攻める攻めます攻めます、ここ攻めます。正直電池じゃ砲が叩き伏せるで死ぬみたいあるけどね。いや、攻めよう、ここ攻めるぞ。ホイミスライム次第や。オッケー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 、電池じゃ砲が来た場合被害が少なくなる。これでいいよ、いい。どっち、あー、ホイミになっちゃったな。ホイミになっちゃった、ホイミだとね、怪しい。あー、どうだ、いや、耐えるか、耐えることは耐えるんだけど、よしよし、ホイミはでも効いたかもね、ある意味。とりあえずレッツ4刀流でどう、4刀流、うわー、諦めません、勝つまでは。森アップ、このターンはね、ザラ機械鉄稼働、凍鉄稼働を高校で引いたら負けちゃう。でもこれね、負け筋が高校凍鉄稼働で負けなんだよね、ほぼほぼ負けだわ、高校凍鉄稼働されたら。あ、やばい、え、これやばくね。で、ザラ機でも死ぬ可能性がある、ザラ機があるんだよね。高校凍鉄で負け、もう高校凍鉄で負けだぞお前、何どうすんの、
失われていく。全ての効果を消し去った。おっと相手の攻撃。勝負あり。森やっぱ情けないわいやいやいや、高校相手使うどのチームでもどうしようもなかったって。